点ランキングでトップに立ち、注目が集まっています。楽しみな一戦がやってまいりました。皆さんこんにちは。今日の試合、実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて福西さん、今日は雪が舞ってます。やはり選手たちにも影響はあるでしょうね。はい、体が冷えるのがまずいですよね。あとはパスやドリブルもミスしやすいので、リカバリーに意識を置いておきたいです。今日はベガルタ仙台対ボーンマスのマッチアップです。このゲームのホストチームは現在リーグで最も失点の少ないチームです。しっかり守れれば安定した成績が期待できますからね。ディフェンス重視の監督の意識がチームに浸透しているんでしょう。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。さあ試合が始まります。プレスを受ける、奪った、一転してチャンスだ。ファンヒンケル、ディエゴリコ、このボールはタッチを割ります。スローインです。目の前にスペースがあるようです。ハモン・ロペス、ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受けてと出してのタイミングがずれてしまいましたね。キング、いい形でゴール前まで持ってきました。スティーブ・クック、ここはキーパーが判断よく前に出ました。ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました。見事な視野です。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。これはいけません。あっさりとパスカット。マルコ・ファンヒンケル、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。このパスはダメでした。通りません。素晴らしいスルーパス。これは超キーパーと1対1の場面でしたが、これは大きなシュートミス。特に強く蹴る必要はない場面でしたね。派手に決めようと思ったんじゃないでしょうか。マルコス・ロホ、ボーンマスはサイドに持ち出すでしょうか。クロスを上げたい。
ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。相手に渡ります。いいカット、ここはよくスペースが見えていました。よく止めましたがボールはこぼれています。いいプレスでしたね。ボールは外に出てスローインになります。打ってきた。シュートのコースを読んでいましたね。ハモン・ロペス、ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。もう一度見てみましょう。これは予想外の展開となってきましたね。相手にシュートを打たせていませんね。ここまでは素晴らしいパフォーマンスです。ジブリル・シディベ、キング、マルコ・ファンヒンケル。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。キム・ジョンヤ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。サポートを使うか。カウンターアタックに入るか。カウンター抜いた。周りを確認したい。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。ここはドリブルに入ります。入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。相手の実力を考えるとこういうチャンスはなかなか巡ってきません。サポーターも必死に応援して。スコアは1対この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。滑っていく。大丈夫か。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ルーズボールになった。絶妙なパス。サイドから勝負に行くか。さあ来た。ここは中央の選手にクロス。前に出しましたが気を抜けません。これは見事なインターセプト。折り返せるか。判定はコーナーです。さあカードを切ってきました。コーナーから中へ。キーパーがコーナーをパンチング。カラム・ウィルソン、スローインでのリスタートとなります。ここは簡単にボールを渡してしまった。プレスをかけられます。スローインに変わります。ミスパスがありました。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。タックルで止めました。スローインです。ディエゴ・リコ、キング、
このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね、全員が集中を切らさないようにしっかり戦えばこのままの結果というのは十分考えられますよ。ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。試合前からちらついていた雪ですが、ここに来て勢いが強くなってきました。これだけ降るとボールも転がりにくくなりますよ。キーパー止めましたが、まだインプレー。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。中にクロスが入った。キーパーが止めましたがボールは生きています。ゴールキーパーが見事に止めた。ここで新しい選手が入ります。ストライカーを増やす狙いは一つでしょう。キム・ジョンヤ、もう一度コーナーとなります。これはあるか。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。前方に運びました。スローインからゲームは再開です。クロスが入りました。ルーズボールになっています。ドミニク・ソランケ、とどめの一撃か。レフェリーは、インディケーティッド、ダウンビアミニマムオフ2ミニッツオフエニタイム。